はい、よろしくお願いいたします。パチパチパチ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。という変にいただきましたけど、ね、はい、はい、それでは紹介ありがとうございます。それではミクダン出張編始めていきたいと思います。はい、で、まあ、そもそもミクダンって何なのっていうお話なんですけども、ミクダンというのは、もともと YouTube で配信しているんですけども、ミクシーの、中の人、社員や、雰囲気を知ってもらって人柄を知ってもらおうという試みになります。で、いつも YouTube なんですけど、今日はギーク祭に遊びに来ておりますと。で、これはいつも言ってるんですけども、ミクダンではあんまり、会社の基本的な情報についてはお話ししません。そちらは別の動画で紹介しているので、そちらの動画で、ミクシーがどんな会社でどんな事業を持っているみたいなところは、ご確認、後ほどご確認いただければと思います。今チャット欄に URL を貼りました。はい、で、早速なんですけども、今回は、CTO の村瀬さんちょっと遊んでますね。はい、すいません。CTO の村瀬さんと、2018年に新卒で入られたラルフさんにお越しいただきました。今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。で、出演者の経歴を簡単に紹介させてください。村瀬さんは2005年にミクシーに入社されまして、SNS ミクシーの開発だったり、モンスターストライクの開発を得て、現在は CTO として活躍されています。で、ラルスさんは2018年に新卒でミクシーに入社されまして、ミニモのウェブ版などの開発を経て、現在は新規事業の開発に携わっております。で、今回司会は、開発本部の北が行います。私も簡単に自己紹介すると、2012年に新卒でミクシーに入社しまして、僕も SNS ミクシーなどの開発を得て、現在は、技術広報活動を行っておりますと。で、今日はこの3名で、ワイワイやっていければと思います。はい、で、昨日から皆さんいろんなお話を聞いて、たくさん刺激を受けられているかと思うんですけども、まあ、セッションタイトルの通り、ここではゆるく、やっていければと思っております。感想や質問あれば随時コメントいただければお答えしていきます。まあ、昨日今日でいろんな話聞いたと思うので、その話をもとにミクシーではどうなのとか、本当のところどうなのみたいな話も、歓迎しておりますと。はい、では実際ね、なんか一日中いろんな話聞いて、前に進め、変化しろみたいな、ね、ビジョン、ミッションみたいないっぱい情報を浴びてると思うので、そういう感想もなんか得られると私の話がしやすいので、いっぱい書いてください。はい、リアクションとかも、はい、はい、村さん遊びすぎですよとかもぜひコメント嬉しいです。で、では早速最初のテーマに行きたいと思います。で、まあ、ギーク祭ということで、最初は、技術でミクシーで使われている技術に関して、お話ししていければと思います。で、最初に、じゃあ新卒で入られたラヨスさんに質問なんですけども、はい、入社されてからミクシーではどんな技術に触れてきましたか？はい、僕もともとつい最近までミニモっていうサービスにいたんですけど、配属されてからずっとミニモにいました。で、ミニモではざっくり言うと、インフラは AWS で作られていて、アプリケーション自体は Perl を使って書かれていて、で、まあ、アーキテクチャ的に言うと MVC っぽいフレームワークを使っていました。で、今関わっている新規事業では、全くアーキテクチャとかも異なってて、インフラが GCP。で、アプリケーションが Go で、サーバーサイドの、アーキテクチャでいうと、クリーンアーキテクチャっぽい感じのアーキテクチャになってるんで、今実は移動したのがつい最近なんですけど、かなりなんかなんだろう、キャッチアップが大変だなと思いながら、はい、日々仕事しております。急にモダンになったか。そうですねそうですね、だいぶ使ってる技術がなんか現代っぽくなりましたね。はい、まあ、でもそれが、パールも7が出ましたか。そうですね、パールも7が出ました現代ですよ、まあ、そうですね、新しい、はい、はい、
あ、ミニモってミクシーだったんだってコメントが来てますね。おそうですね、実はミクシーなんですよね、うん、ミニモは。そうなんですよね、ミクシーのコミュニティの中でカットモデル募集のコミュニティが盛り上がってて、そこから着想を得てアプリにしたという話を聞いております。はい、で、ミキシーは、こういうふうに、あ、お世話になってますと、ミニモを使ってくれてる人からコメント来てます。ありがとうございます。嬉しい。で、ミキシーではいろんな技術があると思うんですけども、次は村瀬さんに質問なんですけど、サービスごとにこうやって技術が違うっていうのはどういうことなんでしょうか。何か狙いがあるのでしょうか。散々皆様、あの、変化しろとか前進めとか言われてると思うんで、あの、こういう話あれかもしれないですけど、うちはやっぱり変わり続けなきゃいけないなって思うのは、その技術にしてもビジネスにしても、あの、今に合わせて目的に持って、あの、今だったらこれを選択するっていうのをやっぱ変えていかなきゃいけないので、やっぱ基盤技術として弊社でなんか1個持つというよりかは、どんどんと新規事業は新しいことと、あとは、まあ、これから起きるであろうということを見定めて技術選定しなきゃねっていうところから、まあ、あの、ガラッと変わってるって感じですかね。なので、まあ、オンプレミス使う目的もあれば、GCP とか AWS 使う目的もあって、それに合わせて、事業に、合わせてやってるって感じですかね。モンストも一部オンプレだったりまだしてますけども、まあ、そのうち多分クラウドに寄せたりとかもするときは来るんだろうなとは思ってます。はい、ありがとうございます。で、サービスごとに、技術が違うっていうことは、例えば新卒研修ではどういうことをやるのかなって気になるんですけど、ラリオスさんはどんな研修を受けたかって覚えてますか？そうですね、なんか特定の技術の勉強というよりかは広く役に立ちそうなものをいろいろやったなと思ってて、 Git の使い方みたいな Git 研修だったりとか、あと TDD のやり方をペアプロしながら学んでたりとか、あとセキュリティというか、あの、不具合調査の研修か、うん、あの、なんだろう、お客さんからの問い合わせが来た風な、ものがあって、それをもとにバグ調査をして修正するみたいな研修だったりとか、あの、いろんな、なんだろうな、一つの言語とかフレームワークの研修というよりかは、いろんな汎用的に使えそうな技術の研修っていうのを受けた記憶がございます。はい、研修も広く汎用的なことをやるということなんですね。そうですね。質問が来てますね。新卒の研修担当は北小路さんじゃないですか。そうですね、今年のおすすめとかも言ってくれればいいの。あ、はい、今年は、まあ、初めて GCP の研修もがっつり入れて、Kubernetes とか結構モダンなことも、直接、講師、いつも GCP の研修講師している外部の方に、講師をしていただいてがっつりやったのと、新しく、AI の研修も、始めたっていうところですね。で、 AI の研修も、まあ、ちょっと Google さん頼みかんはあるんですけどGoogle さんの方で、実際に1ヶ月ぐらいがっつり研修するプログラムがあって、そこでがっつり学んだ人たちが講師になって、新卒に教えるっていう結構豪華な、研修になっておりますと。さっきのセッションでも、あの、門川さんおっしゃられてましたけど、あの、 AI って、あの、機械学習とか、まあ、教科学習とかもそうなんですけど、やっぱりそのエンターテインメントとか、あの、いろんなものにこう適用できてて、で、すでに、あの、弊社内でももう、あの、機械学習導入されている部分っていうのは結構多々あってですね、まあ、細かく言うとゲームの NPC の部分とか、あとは、さっきの不具合調査っていう観点でもちょっとそこら辺をできないかってことで、あの、ログとかを機械学習で漁ったりとか、あとは見てねとかだと顔の認識とかいろいろやってたりとかするので、まあ、なんか、まあ、自然と取り込まれて自然に裏側が AI 使われていることをユーザーが気づかなくて、で、かつエンターテインメントとしても面白くなってるみたいなのが、まあ、弊社としてはこれからどんどん起きることかなと思ってますので、どちらかというとですね、あの、企画者とか、デザイナーとかも含めてですね、全員がその、あの、エンジニアが機械学習使える前提で物事を考えていただいた方が、なんかこう、今後面白いことできるのかなと思っていたりするのが、質問で答えられてる気になってる技術の部分にもかかってくるかなと思ってます。エンタメと、あの、技術みたいなところはね、すごくいっぱいやることがあるんで楽しいですね。はい、
はい、ありがとうございます。お、マイクロサービスって GCP と AWS どっちで構築するのが主流なんでしょうか。ケースバイケースとしか言えないですけど、まあ、なんか好きな方で組んだらとしか思えないですよね。まあ、なんかものによってはそのなんだろう、マルチクラウドやんなきゃみたいな要件みたいなところとか、まあ、なんかそういったところとかでこうクラウド選定みたいなのはやっていった方がいいと思ってて、GKE がどうこうとか ECS がどうこうっていうよりかは、もうそのレイヤーからちょっと落とし込んでいくっていうことを弊社でやってたりするので、まあ、なんか主流というか、うちもバラバラですね。AWS のところもあれば、GCP のところもあれば、一部 IBM さん使ってたりとか、なんかそういうのもあったりしますね。Google の研修はあれですね、普通にアーキテクチャを教える研修もあれば、あとは ASL っていう、なんだろうな、Google の AI の人たちと直接やり取りして、学んでくるみたいなプログラムが Google さん持ってたりするので、それに参加して、こう、社内展開みたいな感じで広げていくっていうことをやってたりします。はい、ミクダン見てたら僕の髪色が色落ちしてるのが面白い。そうなんです、そうです、ね、青かったはずなのに金髪になってるって、ね、最初の動画は真っ青でした。はい、どんどん落ちてます。噂によるとミクダンのミクと初音ミクをかけて青かったんじゃないかっていう声があったんですけど。そうですね、そういう裏もあ、まあでは後から気づきました。青にした後ミクダンでツイッター調べたら初音ミクについて喋るのをミクダンっていうらしいです。まあ置いときましょう。どんどん行きましょう。はい、どんどん行きます。で、いろんな研修もされてると思うんですけども、村瀬さんに質問なんですけども、エンジニアとして必要なスキルって何だと思いますか。これ弊社の技術スタック見てもらえば分かるんですけど、そのパール、ルビー、ゴー、エリクサーっていっぱい並べてる中で、どこでもやっぱ活躍できるエンジニアってどういうものなんだろうなってことを考えたときに、どの言語、どのフレームワーク、どのアーキテクチャ使われたとしても、そこ吸収できる、まあ、心持ちというか余裕がある人っていうのはまああると思いますと。で、余裕がある人って何なのっていうのは、その要はそのパールで書こうと、ルビーで書こうと、Go で書こうと、ちょっと言語の、まあ、思想とかはあるにせよ、まあ、抽象度高くすると DB の分散はどうしたらいいですかとか、 API の組み方どうしたらいいですかとか、モデル設計どうしたらいいですかっていう、その抽象の部分は大体共通なわけですよね。ちょっとこうアレンジすればその言語とかそのフレームワークにちゃんと入れるみたいな。で、具体的にはこの Go を使って何かをしていくみたいな話だと思うんで、そこのその抽象度が高いところと具体のところをしっかりと自分で合わせて自分たちの事業に導入できるとか、自分たちの技術の勉強に、役立てるっていうのがなんかやっぱ重要かなとは思ったりします。なので学生のうちとかで、例えばいろんな言語を触ってみたいですみたいな感じでこういろんな言語を触ってった時に多分分かると思うんですよ。あ、これは Ruby でいうとここの部分かとか、そういうなんかこうで、ここは Go のところだと、あ、 Go はこういう設計思想だからこういうことを選んでて、 Ruby はこうなんだろうなみたいなのが分かってくるはずなので、なんかそこをじゃあうち今度なんか作るときにそれに合わせて作っていくとしたら何を選ぼうかなみたいなやつとか、まあ、好きだから選ぶとしたらそれをどんどんとそれっぽくちゃんと Go に従って組んでみたらノウハウがどんどん積まれていくので、そういうノウハウみたいなところとか抽象度高い部分っていうのをしっかりと技術力に転用できる人っていうのがまあいいんでしょうねって思いながらも、結構難しい話だと思うんですよ。今日の話と一緒で、その変化しようとかそういうのと一緒だと思うんで、はい、なんかそういうことをやり続けられる人っていうのはやっぱりいいのかなとは思ったりしますね。楽しめる人とか。はい、はい、ありがとうございます。現場の村さんじゃないですか、ラルスさん的には、はい、エンジニアに必要なスキルって言われると何を思い浮かべますでしょうか。村瀬さんの後喋りづらいですね。そうですね、なんか僕自身がそうですね、ミニモとかで働いてる時に感じてたことで言うと、まあなんかそうですね、自分がいろんな物事を受け入れる、受け止める心の余裕っていうのが大事だなっていうふうなことを思っていて、それこそさっき村瀬さんがおっしゃってた他の言語っていうか他の技術について学んでいく心の余裕っていうのもそうだと思いますし、他の職種の人たち
の言ってることをきちんと聞くっていう心の余裕もそうだと思いますし、それをなんだろう、しっかり受け止めながら具体に落とし込んでいくとか、よりよく具体に落とし込む方法を考えるみたいなことができること、技術だけではなくてきちんとこうなんだろうな、うまくコミュニケーションを取りながら進めていくことっていうのが必要なのかなというふうになんとなく思ってます。はい、ありがとうございます。はい、質問として、得られた経験を知識としてまとめるようにどのようにしていますか、使うアプリや抑える項目などという質問なんですけど、ヒロさんどうしてるんですかそれ。メモ書き。あ、メモ書きもそうですし、とにかくなんか考えたこと思ったことを同期とかに話すとかもそうですし、なんかとにかく形にする、形というか表に見える形にするのが大事かなと思ってます。なので僕手元にメモするよりも誰かに喋っちゃった方がなんだかんだ自分の中に残りやすいので話すようにしてます。誰かに話すって重要ですね。このなんか、コロナ禍においてあのオンラインで発信できるからって言って見下みたいなのを始めましたけど、やっぱアウトプットの機会を増やせば増やせるほど自分にも返ってくるものもあるので、まあ、いいことですよね。なかなか北小路さんどうしてるんですか、日々得られたものって今。僕は最近、社内だとドックベースで、社外だと、うちのエンジニアブログ、ミディアムにエンジニアブログがあるんですけど、そこに、ちょいちょい書いてます。あんまりバズんないですけど。まあメモ書きはバズるものなんないですね。結局まとめてこってこてに書かなきゃいけないっていう、っていう感じでやってます。村瀬さんはどう、なんか私話すと長いですよ。だから、じゃあ次回なんかあれなんですよ、その週次と月次と年次で振り返りしてるので、はい、あのだいぶコテコテと書いてる部分があるんですけど、基本的に細かいことはキープにまとめてたりはしますし、あと中長期でまとめてるやつとかは、まあ、なんか文章を書いてどっかに保存してたりしますし、なんかその中で得られたやつはドックベースとかで社内展開してますし、目標の立て方とかいっぱい書いたと思うんですけど、なんかああいうのをなんか段階分けして書いてる感じですかね。週次振り返り、月次振り返り、年次振り返りみたいな感じですかね。はい、はい、ありがとうございます。次の質問で、トラフィックの多いサービスのサーバーに Go を採用するみたいな感じなんでしょうか。トラフィック関係あるかな、どうですかラリオさん。あそこトラフィック云々なのかな、どうなんでしょう。僕の肌感としては、トラフィック動向というよりかは、まあ、トラフィックももちろん一つの判断する要素ではあるかなと思うんですけど、なんだろう、この言語とかこのフレームワークって今後どれぐらい使われるんだろうとか、どれぐらい書ける人がいるんだっけとか、まあ、トラフィックどれぐらい来るんだっけ、どういう要素があるんだっけとか、いろんなことを加味して決めているような気がするので、一概にどうこうは言えないような気がしてるっていうふわっとした感じなんですけど。その目的ベースで合わせていくっていう意味だと、なんかモンストのリレーサーバーとかは普通に C で書かれてるやつがあったりとか、うん、あとはファイトリーグとか新しいそのゲームサービスにおいてはそのエリクサーのあのとフェニックスでリアルタイム接続できたりとか、一応そういう目的合わせはやってるんですけど、単純トラフィックって意味だと、まあ、過去にパールでもルビーでも大量なトラフィックさばけてきてるので、まあ何でもいいのかなっていうのが、同じさっき言ってたそのノウハウの部分だけちゃんと活かせてれば、どの言語でもある程度はあの解決できるかなっていう感じですかね。はい、ありがとうございます。で次に、新卒に入社した後、実務や研修以外のプライベートではどのような勉強をしていましたか。プライベートをやってますか、ラリオさん。ラリオさん勉強してる？勉強してますよ。ちょっとずつですけど勉強してます。同期で勉強会とかやってて、DDD の勉強会やったりとか、あと、今ど忘れしちゃった。まあ、DDD の勉強会とかをやってたので、そうですね。それがあったから今回クリーンアーキテクチャのサービスに放り込まれてもなんとかなったみたいな感じですね。っていうのと。
あと僕もともとウェブのフロントエンドとかもやってたんですけど、最近キャッチアップできてなかったんで、ちょくちょくビューナクストを使って自分のポートフォリオサイトっぽいのを作り直そうと今せこせことコードを書いてると思います。実務が見えてるからこそ勉強する内容が明確だから分かりやすくやれますよね、仕事 にやってると、うん、私も幅広く見てますね、どちらかというと、うん、あのゲームの技術だったら、まあ、クラウドゲームもそうなんですけど、マルチプレイのサーバーどう作ろうみたいなやつはあれど、あとはライリオさんと一緒でそのビューとかネクストとか、あのリアクトネクストもそうかもしれないですけど、あの手のやつはまあ追うはするけど、うん、まあちょっとそこら辺は、うん、なんかアプリ作って終わりだなって感じはしますんで、やっぱりその実務に合わせて得られそうなものってのを今片っ端からプライベートではやってるって感じですかね。プライベートって言うのか分かんないですけど役員は24時間365日働いてるんで、はい勉強ってどんな風に村瀬さんはなさるんですか？勉強も、まあ、習字で振り返りしている中で特徴的なのは、新しい言語とかアーキテクチャは今のそのうちの動いているサービスが全部賄えるかなどうかっていうのを全部こう自分で軽く書いてみたりとかすることと、あとは、ビジネス書とか今日 あの登壇のいろんなそのビジョン、ミッション、組織論みたいなやつとかは、まあ、実務だと101とかでいろいろ話してそういう反応とかもらいながらこう自分でそれがどうだったかっていうのを細かく書いてるんですけど、なんかそのどちらかというと勉強したもののインプットの量をどこでアウトプットを生かすか分かんないけど、インプットを激しくしてるって感じですかね。月に30冊本読んでそれをじゃあ抽象的に書くとこうか、じゃあ101でこういう人がいるからこういう投げかけをしてみたらどうなるのかっていうのをこう逐一行ったり来たりしてる感じ、うんうんうん、なるほど、結構な量のインプットですよね楽しいですよね、うんうん、はい、次また質問いただいてます。皆さんが学生時代にどれぐらいプログラミングにおける経験を積みましたか、またどのように経験しましたかという質問ですが、ラリオスさんいかがでしょう僕高専にもともと通ってて、で僕その時プログラミングめっちゃやってたわけではないんですね。でじゃあなんでプログラミングやり始めたかっていうと、高専の部活の中でプログラミング高専プログラミングコンテストが北海道で開かれるって言われて、え北海道行きてんだけどってなって、そこからプログラミングを勉強し始めるみたいなことをがきっかけでプログラミングをやり始めました。なのでなんかそうですね、その場その場で必要とされる技術についてなんだろう勉強してアウトプットするみたいなことをひたすら繰り返す学生時代でした。北小路さんは、はい、僕は、僕もラヨスさんと一緒で高専出身なんですけど、まあ、僕高専から大学とかも行ってるんですけど、まあ、ずっとロボットを作るのが好きで、結構ロボットを動かすプログラミングみたいなのをやったりはしていました。あとは学校のなんか校外学習じゃないですけどなんとかプロジェクトみたいなやつでなんかプログラミング使って何か作るみたいなのがあればとりあえずまあ単位もくれるんで参加して好きなものを作って遊ぶみたいなことを結構やってましたね。でも僕は結構そういう意味ではウェブはあんま触ったことなくて C 言語メインでしたね。で入ってから結構ウェブの勉強がっつりした感じになってます。はい、村さんは学生時代はどうでした？学生時代はネットゲーやってネットゲーの廃人になりまくって結局そこにいた人がゲーム業界の人間で、なんかあゲーム作るんだったらこういう技術あるんだってのを教えてもらってから、まあなんかこう役に立つかわからない読書 C とかをいっぱいこうやってですね、あとはそれでもゲームに近づかなかったんでライブラリとか使って作り始めたっていうのが結構ゴリゴリやってて楽しかったって感じなんで、私もミクシー SNS ミクシー入りましたけど、その時はウェブとか全くやってなかったですね、全くやってなかった。まあ興味は
あってちょっと調べはしたっていうことを言っとかないとちょっと面接で嘘ついたみたいなちょっと言っときますけど、そういう感じですね。あのリラックスとかはちゃんと面接後ぐらいに走って、あの雑誌に昔あのフェドラコアなんたらかんたらみたいな雑誌があったと思うんですけど、あれ入れてあのマスターブートレコード書き換えちゃったからせいで Windows がもう入らない、なのでそこから Linux やってましたみたいな感じでしたね、はい、やりますね。こんな感じの学生時代を皆さん送っていました、うん、ちなみにランプさんは高専からまっすぐミクシーですよね。そうです。なので僕まだ若いんですよ。そうです。圧倒的にこの3人だと若いのはラレオスさんです。若さをアピールされてます、はい、そろそろちょっともう若さ推しができなくなってきたし、ちょっとどうやって生きていこうか悩んでる。いやまだ若いですよちょっと質問がどんどん来てるんで、どんどん。いいことです。ありがたい。いっぱいことです。面接のコツとかありますかとかでもいいんですよ。次は、GRPC や OpenAPI 使ってますか、そこら辺もプロジェクトでバラバラですかという質問なんですけど、どうでしょう。バラバラっすね。GRPC 使ってるサービス、ゲームの新規事業でちょこっと見たかなっていう感じはしますけど。うちでも使ってますね、GRPC。あ、なるほど、なるほど。じゃあ、コテコテで使ってるところもありますね、実際には。うんうん、まあバラバラっちゃバラバラですね、うん、使えって指示を私はした覚えはあんまりなくて、でもあの技術選定みんなが自由にできるって言ってますけど、割とその選定する人は何だろう、過去割とこう実績持ってるリーダーシップを発揮できるエンジニアを配置したりとかしてるので、まあなんか信頼感あるものが採用されたりするのはまあ普通にありますって感じなので、バラバラではあります。はいで、村瀬さんに CTO として舵を取るため日々の学習量がすごそうです、技術経営マネジメントなどどうキャッチアップしているんですか、フェーズごとに学習する際の戦略優先度はあるんでしょうか。あ、優先度はありますね。なんか採用どうするとか組織どうするみたいなあのフェーズもあったりするんで、その時にはどう配置したらいいかっていうのを一体あのうちの会社の中で具体を考えて、そこから、どの抽象のやつをこう当てはめていったらいいんだっけみたいなのを考えたりとか、あとは経営の方もあの、まあ、インプットは本はずっと読んでるんでいいんですけど、そこをじゃあ何で役に立てるかっていうと、その取締役会だとかその経営の新会議だとか、ああいったところでしっかりと発言をするしつつですね、そのマーケティングとかこう戦略戦術みたいなところにもしっかりとこう自分の意見を発信していくってことでアウトプットをしていくとか、まあ、それが合ってるかどうかっていうのはあの事業が成功しなければならないと思うので、まあ、経営みたいな話っていうのはまあ成功し続けなきゃいけないと、ところだとは思いますから、そこが合ってるかどうかっていうのをこ うまく付き合わせてるって感じですかね。あとはまあ本当さっきの年次月次振り返りとかでその本読むやつとかも月次で決めてるんですよ、ゼロから。でそうすると自分が興味あるのが12回分分かるんですよね。あ、この時ちょっと組織ちょっとやばかったんやなとか、あ、この時ちょっと経営で悩んでたんやなとか、あ、この時はちょっと技術習得したんやなみたいなのがこう波で分かるんですよ。で1年間の波を見て、あの自分が足りないところっていうのが改めて入ったのかどうかを見た後に次の年次のために、月ごとにやっていくって形を取ってるんで、まあなんかポートフォリオ的に組んでるって感じではあるかもしれないですね、学習っていう意味だと。ちゃんと読んだ本を年単位で振り返ってなんか PDCA というかちゃんと回してる感じなんですね。まあそうですね、 PDCA と言うのかわからないですけど次がロボットエンジニアで なくウェブエンジニアになろうと思ったきっかけ、僕にですね、就活の時ですね、就活で、いろいろ受けてて、まあ本当に最初は普通のメーカー、よくある大手メーカーに入るつもりで就活始めたら、あのミキシーの話たまたま聞いて面白そうじゃんってなって入った感じですね。でまあ、メーカーとの違いは単純にあの1人エンジニア1人当たりの触れる範囲が広くて、実際にコードも書けるし面白そうっていうところになります。でその次ちょうど皆さんなんでミクシーに入ろうと思いましたかという質問なんですけども、ラヨスさんはいかがでしょう。そうですね、僕、まあ、いろんな求人イベントとかでインターンシップを探してて、その中でミクシー
とも、あのミクシーのインターンシップにも参加させてもらって、で、あのいろいろインターンとか面接受ける中で、一番ミクシーの人の雰囲気が好きだったんですね。あのすごい居心地がいいというと、ちょっと語弊があるかもしれないですけど、あのすごい心地いい環境だったので、サービスが好きってのはもちろんあるんですけど、さらにその中でも、周りで一緒に働く人たちがすごい僕は好きだったので、ミクシーを選びましたっていう回答でいいですかね。はい、人で選んだって、ね。はい、人で選びました。ちなみに、村瀬さんはどうでしょう。一刻も早くプログラミングがしたかったんで、片っ端から応募した。あとはあれですね、一応その SNS ミクシーの上り始めだった頃だったんで、まあ、あのこれからそのインターネットビジネスみたいなものがどんどんこう出てくる中で、コミュニケーションしているその SNS っていうのが、私がやってたそのネトゲとかの IRC の文化とちょっと似てたんで、そういうところ楽しそうだなって思って入ったりはしましたね。だからそのさっきもよく話されてましたけど、ビジョンとミッションに本当に共感したのかって言われると、まあ、入ってからめちゃくちゃ共感するようになったんですけど、入る前まではそんなにこう、ね、面接上は共感しましたって、まあ、口では言うかもしれないですけど入らないと分かんないこといっぱいあるんで、あの入って聞けば聞くほど楽しいなこれっていうのにあったんで、やっぱ情報とかそのいっぱい話すことは重要かなと思いましたね、とかあの時は。はい、はい、ありがとうございます。北小路さんは、そうですね、それで、まあ、ウェブ業界面白そうってなった後は、まあ、ウェブ業界いろんな会社話聞いたんですけど、なんていうんですかね、その、まあ、確かにビジョンミッションで言うと、うちはコミュニケーションっていう軸があったので、まあ分かりやすかったし共感できたなっていうところだったりはします。やっぱ他の会社聞いてると、なんかなんだろう、お金稼げるサービスがあれば何でもいいみたいな雰囲気だったんですけど、やっぱテーマあった方が僕はなんかサービス考えやすいなっていうところですね。何でもいいよって言われると、なんか何でも良すぎてちょっと迷っちゃうんで、はい、コミュニケーションいいですよね。なんか空気とか水みたいに普通なものなんですけど、まあ、今回コロナ禍がたまたまあったんで、みんなコミュニケーションがって言い始めてますけど、それまでは一切そのローカルな身の回りにいるこの隣にいるラリオさんとかとのコミュニケーションの部分って普通だと思ってたから、それがまたそのインターネットとかその身の回りにいる人たちと楽しむことっていう、エンターテインメントとかコミュニケーションみたいなものっていうのはこう改めて意識すると、いや面白いテーマやなって思いながらやっぱやってますけどね。はい、はい、次が、CTO 時間リソース非常に限られていますよね。自分の時間を何に使うかはどう考えられていますか。具体的な開発は、そのチームに任せるとして、ずっと戦略戦術を考えているんでしょうか。現場からするとずっと戦略戦術考えてる人って、なんかこうあいつ何してんだろうかってすごいですよね。いやでもね、本当そう思われちゃうんだろうなと思うんですけど、まあでも、なんだろう、こう私が現場の人たちっていうか、現場とか経営とかあんま関係なく、普通にあのワンオンワンとか求められればするんで、その組織とかをちゃんと見ていくっていうのと、あとは戦術って意味だったら、そのエースをどこに張るかっていうのはやっぱ重要で、その新しく軸になって柱になりそうなサービスに対して、しっかりとエース張り続けるみたいなこととかは考えたりして、その人員配置みたいなのは考えてはいるんですけど、自分自身の時間を何に使うかっていうのは、そこの優先順位と、あと個人が幸せかどうかみたいなところしか考えてないですね。学ぶのが超楽しいんで、学ぶ時間が避けられなくなっちゃうほどやばいっていう状況は作りたくないから、うまく分散したりすることもあれば、あとは、なんだろうな、自分が作る時間も捻出した方がいいなと思うときは、ちゃんとカレンダーに登録してるので、まあ、優先順位はしっかりと考えてやってると思いますし、たまにコード書いたりして入り込んだりするめんどくさいこともやってたりするので、あの、はい、めんどくさいって、あの現場からするとめんどくさいようなことをやってたりするまあまあまあ、あのずっとビジネスとか経営とかも含めて、あのやれる分だけやってるって感じですかね。はい、ありがとうございます。で次が、資格 AWS とかの資格ってどれぐらい取得されていますか。
どうでしょう。資格どうなんですかね。結構サーティフィケーション取ってる人いたりするのかな。ちょこちょこちょいちょい聞きますね。いますね。もう取りたかったらって感じ。あの体系的に学べるっていう意味での資格取りってすごい、あの便利だなとは思うので、何か学びたいけど一気に学びたいってなった時はついでに資格取れたぐらいになったわっていうぐらいがまあちょうどいいんだろうなっていうのがあって、その資格を取るために何か勉強しますってなると、それをじゃあどこの事業に活かせられるかとか、自分の人生のキャリアのどこの部分でメリットがあるかっていうのをしっかり考えてれば、まあなんかいいんじゃないのっては思っちゃいますけどね。なんかはいだと思いますけど、うん、ラリオさん、はい、なんか資格取りたいとかあるんですか？なんか技術系に関してはなんか資格はなんか取れるなら取っておきたいかなとは思うんですけど、うん、まあ、なんかこの資格取りたいから勉強しますみたいなのは特にないですね。まあなんか、うん、そうですね、ない、今のところなんかそういう思いないかもしれない危険物取り扱いとか趣味で取ってみたいけど、あ、そうです、そうですねただあの AWS とかは本当にでも体系的に学べるのはいいことだよなと思うんですよね、うん、なのでそういうのは目指してみると役に立つのかもしれないですね、うん、はい、次はエンジニアに定年はあると思いますか？もうどうなんですかね。うちは50代中盤のゲームのプログラマーがいますけど、その人は88歳までやるんだって言っておりまして、で私はすげえ尊敬してるんですよね、その人。なんかめちゃくちゃこう変化してるんですよ。そのユニティ触ったことないけどユニティ触り始めたりとか、まあもうファミコンの時代からずっと作り続けてる人なんで、どんどんこう技術キャッチアップとものを作って完成させるってところを延々と繰り返して、それが楽しいって言ってる人がいて、その人が88歳までいっぱい作りたいって言ってるんだったら、多分定年なんてないんじゃないかなとは思うんですよね。定年なんか辞めたいって一瞬でもあの思うか思わないかとか、なんかいろんなフェーズがあると思うんですけど、それでもまあエンジニア続けていきたいんであれば定年はないとは思いますが、求められてるものってのをしっかり理解することは重要かもしれないですね。企業に求められたりとか、なんかものづくりを自分でするなりあのするときになんか何を求められてるかって理解さえすれば、ずっと多分飯は食っていけるし、新しい勉強もできると思うし、何でもできるとは思うので、ないといえばないとは思います。はい。ありがとうございます。次は、規則正しい生活をするための朝のルーティーンはありますか？規則正しい生活してる人いますか？今度 YouTube 動画でモーニングルーティーンやりますか？規則正しい朝のルーティーン、なんかあるかな？なんかあります？僕は最近あのフィリップスのヒューあのなんだっけスマートライト買ったので、それであの徐々に明るくなって目覚めて、そこから最近朝ごはん食べるようになりましたあの家の近くに高級食パン売ってるパン屋さんができたので、ちょくちょく買いに行ってパン焼いて食べてますそれぐらいかな朝ごはんは大事ですね。朝ごはん大事です。本当に大事です。1週間に一度だけ私はあの朝振り返りをするっていうのがあると思うんで、うん、そこは やってはいますね。うん、あとはなんかモヤモヤっとしたりとか、こう自分の体に変化あった時、多少こう運動したりして発散するっていうことを考えてはいるって感じですかね。うん、やってもいるとは思うんですけど、朝ではないですね。なんかこう動き、うちの社内でそのよくその目標の立て方みたいなやつで、これが起きたらこれやろうみたいなのは立てましょうみたいなのをチクチク言ってると思うんですけど、そういうのがあのいっぱいあって、だから朝起きたら何をしようっていうよりかは、そのなんかこうイベントが起きたらそれに対する反応はこれだっていうのをほとんど自分の中でちょっと決めておいて、あとはもうそのイベントが来るまではあのちゃんと本質のところを考え続けるっていうことをやってるんで、朝ルーティンみたいなやつとかはないかもしれないですね。でもなんか人によってはあれですね、コーヒー入れるのがあの自分の心を休ませるのに一番いいみたいなエンジニアもいたりするので、うん、なんか朝コーヒー入れることだけは外してないんですみたいな人とかはいましたね、うんうん、はい、ありがとうございます。たくさんコメント質問ありがとうございます。いや本当にありがとうございます。ありがとうございます。
随時、質問を答えていきたいと思いますので、何でも投稿ください。ちなみにうちの人事もチャット待機してますので、なんか選考に関する質問とかあれば人事の方からチャットでお答えしていきますと。で、はい、じゃあ次のテーマに行こうと思いますが、次は、キャリアについて、はいはい、聞きたいなと思っております。で、まずはミクシーで、まあ、エンジニアのキャリアプランっていうとどういうものがあるんですかねっていう話をざっくり村瀬さんに聞きたいと思いますが、いかがでしょう。はい、うちのキャリアプランでいうと職人にもなれますしマネジメントもできますよっていうと結論がそこなんですけど、基本は最初はみんな、新卒入るとしたらどこかのチーム事業に属してそこで活躍するというそのチームの中でのエンジニアリングというものをやっていくと思いますと。でどこかそのそれで活躍とか実績が集まった段階でエンジニア多分迷うと思うんですね。これからどうしようみたいな時に、スペシャリストとして生きるかっていうところの、道と、このままその事業をまだまだ伸ばしていくぜっていうところと、あとはマネジメントをやっていくぜっていうこう3層が出てくるようになりますと。でその3層でどこでもいいんですけど、その一番言いたいのはその個人での貢献しているそのスペシャリストとしての貢献とエンジニアリングのマネジメントをやって、まあ、ディレクションなりやる方向でもいいんですけど、なんかそういう上の層のところはだんだんと会社全体を見るようになってきて、そこでどの活躍をしていけば自分が、能力を発揮したり伸びていけるかっていう意味で、そういうルートが存在しています。で何の話かというと、そのスペシャリストはその事業だけにとどまっていると自分のスペシャリティの部分を発揮するにはだんだん窮屈になったりとか、その課題なくなってくるんですよね。でなった時にオーガナイゼーショナル的にその全体 の会社の自分が活躍できるみたいなところプラスこの難度が高いものを、まあ、探していく、もしくは探してくれるマネージャーを身につけて、そこに移動させてもらうみたいなことをしっかりとやって、貢献度をどんどん高くしていくと。で自分もその能力上げられるし、かつ、そのスペシャリティも発揮できるんで、その職人としてちゃんと活かしてもらえるっていうように、していくっていうのが、まあ、うちのキャリアの中では存在するって感じですかね。開発本部とかはまさにその例で、事業とか関わらずもう 2,3 事業を兼務してサーバー徹底的にやっていったりとか、機械学習導入したりとか、なんかそういったところもあるので、職人の集まりみたいなところもあると思うんですけど、なんか、そうですね、全体的に動くところと事業的に動くところの2種類が、まあ、大きくあって、あとはマネージャーとスペシャリストみたいな会社的に動くってところがありますっていう感じで、ちょっと話まとまってませんが、そういうキャリアがいっぱいありますねっていう感じですかね。はい、ありがとうございます。質問で、大学 1,2 年でこれはやっとくべきだってことはありますか、プログラミングにおいても生活においても。免許取得うん。いや、ね、本当ね、社会人免許取得するの超大変だったと思う時間が取れんし水つかないんで、うん、最近取ってるからですそうそうそう、時間の自分の時間が制御できるようになったら取りに行けるっていうだけなんでまあでもプログラムにおいてっていう意味だったら、面接に有利なのはやっぱり 1個のアプリを作り終えてることが重要かなとは思うので、そのなんか作って、こだわっちゃって完成してないみたいなプロダクトよりかはもうここで終わりみたいな感じで、ちゃんと完成を自分で決断してですね、それを作り上げてるっていうところは、まあ1個あると就職にはめちゃくちゃ有利ですね。なぜならそこからちょっと掘り下げて面接の質問をされるから、自分がやってきた経験を喋ればそれなりに深いのか浅いのか、まあ、そこでも分かるんですけど、まあ、自分のコントロール範囲内でちゃんと回答できるんで面接中も楽だと思いますし、ちゃんと実績として喋れるんで、まあ、自信持って喋れるからすごく就職には有利かなとは思いますけどね。1個なんか楽しく作れるところを探してやるっていうのと、あとはチーム開発はどうなんだろうな、最近あんまりなんだろう、チームじゃなくても採用してるところはあるとは思うので、そんなでもないんですけど、まあそうですね、プロダクト1個作っとくっていうのはありかもしれないですね。すげえ売れそうって思ったら売ればいいっ
ていう世の中になっちゃったんで、会社に入るっていう観点だと、その会社に入ってそのプラスアルファ自分たちでやれば自分たちの儲け分だけもう自分で入ってくるのに、なぜあえてでかい会社に入って人と一緒にで大きな技術や大きな事業に入っていくことが必要なのかみたいなのをちゃんと考えられてれば多分大丈夫だと思います。はい、なんかあります？学生中にやっといた方がいいこと。そうですね、僕も後悔したことといえば、もっと物作っとけばよかった、アウトプットの数増やしとけばよかったなっていうのと、あと語学を勉強しとけばよかったっていうのはすごい思いますね。英語やっとくべきかもしれないですね、うん、本当にそうですね。なんか読むことはかろうじてできるかもしれないですけど、喋ったり聞いたり書いたりっていうのはすごいハードル高いなって最近すごい思っていて、でもやっぱりなんか英語の文章を書いた方がいい場面っていうのはたまにあったりもするので、なんかそういうのをしっかり勉強できるならしておいた方がいいかなと思いますね。なんかしっかり全部書ければいいってわけじゃなくて、多分ね、うん、コミュニケーションできるような程度の英語と、あとドキュメントが読める英語の2種類があって、うん、コミュニケーションの英語であれば割とそんなに気にせずにガンガン書いちゃっていいんですよ。っていうのでちょっと体験するって意味だったら、まあ、ゲーム業界とか の人だったらよくやってるかもしれないですけど、海外のフォーラムとか、そうですね、ゲームジャムとかでもいいんで、その海外で行われてる英語圏の中で行われてるイベントに参加して、なんかこう適当な単語でいい、単語ベースでいいんで喋りまくってみると楽しいんで、一回それをやっとくと、うん、世界は広がりますね。その日本のその日本語圏の中でやっていくよりかは明らかに、いろんな人が存在するので、なんかそういうのを刺激として持っておくと1年の時は楽しいかもしれないですね。あんまりやってる人がいないんで差別化用にもなりますよ。ああ確かにそうかも。いやだからなんだろう、うん、バックパッカーでいろいろ世界を回るよりかは今インターネットの時代なんで、うん、フォーラムとか参加して、ゲーム業界のルダムダレっていうゲームジャムイベントがあるんですけど、ああいうのとかに参加してなんか1本作っとくんですよ、うん、そうすると1本プロダクトできるし、みんなやってくれるんですよ。コミュニティがあるから、うん、そこでみんな触ってくれて感想くれるんですよ。どんなに変なグラフィックだろうが何だろうが、ちゃんと褒めてくれるし、これはこの方がいいって言ってくれるんで反応もあると。で英語は別に通じるか通じないかで言うと、単語と Google 翻訳あれば大体通じるんで、そこから始めてみるみたいなことやっておけば、多分楽しむんでやれると思うんで、楽しい経験っていうのを積んどくっていうのはありかもしれないですね、うん、まあ別にレディットとかで喋りまくってもいいんですけど、なんかそういうのでもいいと思うんで、なんか会話に参加してみるっていうのは英語経験としては楽しいかもしれないです、うん、確かに。はい、ありがとうございます。ちょっとそろそろ時間なので最後の質問に答えていただければと思います。すいません、たくさん質問いただいてるんですけども、今までのキャリアの中で失敗や葛藤などがあれば聞きたいです。組織技術を統括してきた経験の中でいろんな経験があると思いますがっていう質問なんですけど、村さんいかがでしょう。葛藤や失敗、私あんまり葛藤しないし、失敗しないのでだとちょっと違うドラマになっちゃうんであれなんですけど、まあでも心苦しい体験はいっぱいありますよね。そのモンストとかで負荷高くなっちゃってめっちゃ落ちるみたいなやつを緊急で対応しまくって、うん、日夜ずっとやり続けるみたいな、負荷対策をやり続けるみたいなのは、まあ失敗失敗ですね。ユーザーからすると他の企業は失敗していると見られてしまうので、嬉しい悲鳴ですけど、そこを対応するっていうのは結構大変ではありましたっていうのはありますが、結局その前に進むっていうことを考えると、その失敗を悔やんでいるより次何やるかっていうのをどんどんと打ち出していく必要があるので、過去なんかすげえ失敗だなみたいなことを言ってくださいってよく言われるんですけど、まあなんかやってきましたねみたいな感じでちょっとこうなんだろう、こうふわっとした回答になっちゃうんですよね。ただ自分がミクシーの SNS やってた時にテストサーバーだと思って間違えて本番サーバーでアカウントを消しちゃった時は自分のアカウントを大会のテストで消しちゃった時とかはちょっと失敗したなって思ってたかもしれないまあまあまあ、なんかそうですね、負荷とかは
楽しく分散できてるんですけど、あれはまあ失敗かと思うんで、粛々と対応し続けるって感じですかね。スペシャリストの中の環境で過ごせてるので、それは人に恵まれてるのかもしれないです。はい、はい、ありがとうございます。ちょっと時間が近づいているので、最後に少しだけ、他にもいろいろ用意してたんですけど、最後の案内に行かせていただければと思います。で、アンケート、今日のミクダンのアンケートをぜひ、ご協力いただければ、今チャット欄にいろいろ貼りましたが、QR コード読んでいただくか、チャット欄のアンケート URL から、今日のアンケートをお答えいただけると嬉しいです。もっとこういう話聞きたいとかいただければ、次回ミクダンの参考にさせていただきますと。で、いつもミクダン YouTube でやってるっていうお話をさせていただいたんですけども、こちらのミクシーテックトークというチャンネルで、ミクダンを行っております。で、よければ、チャンネル登録 と、ぜひリアルタイムで、参加していただきたいので、チャンネル登録のあ と、ベルのマークが、ちょっとこれすごいちっちゃくて分かりづらいんですけど、ベルのマークが出るので、それを押す と、通知を受け取る、すべて受け取るっていう設定があるので、設定しておくと、ライブ配信始まるときに、通知が来るので、ぜひ、登録していただけると嬉しいです。で、 URL も、チャット欄に貼らせていただいております。で、もう一つ、別のお知らせなんですけども、ビットバレーというイベントを、去年一昨年やってるんですけど、ビットバレー簡単に村瀬さんの方からじゃあご紹介いただいてもいいでしょうか。はい、去年一昨年やってたビットバレーっていう、渋谷4社プラス東急さんとか、東京都さん、渋谷区さんに講演いただいているイベントがあって、まあ、ものづくりとかその技術とか、まあ、今回は多分次世代っていう形で撮ろうと思ってるんですけれども、技術イベントをやりますっていう感じですね。その4社、GMO さん、CA さん、サイバーエージェントさん、DNA さん、ミクシーの4社が、主催してやるっていうイベントをオンラインでやりますと。で、7月にプレイイベントをやります。で、9月に、本イベントやるので、ぜひ見ていただけたら嬉しいです。はい、はい、ありがとうございます。で、以上でミクダン出張編終わりなんですが、まだ数分あるんですかね、これは。はい、あと2分。あと2分、はい、何でも質問コーナーあと2分で、あと2分で。サポーターズの上野さんが学生の時に意識してたことは何ですか私ですか、学生の時に意識してたこと、なるべくちょっと本当に私ちょっと申し訳ないですけど、本とかあんまり読む人間ではなかったので、社会人の人にもリアルな話を聞きまくるっていうのを意識してました、うん、おお、素晴らしい。そんだけ人に出会えたってことですね。はい、いろんな方もお会いしたかなっていうところは、はい、よかった。 いいですね。私ちなみに本全く読まない人だし、ノートも全然取らない人だったんで、この本読みの癖がついたのはここ本当に 5,6 年ぐらいの話ですね。嫌じゃないですか、本とか活字を見るだるいし。できた、すみません、私が質問してたんですけど、癖づけできたこうきっかけというか、こう努力されたことってありますか。偉い人に2週間後にこの話するからこの20冊読んどけって言われて、とりあえず責任感を武器に頑張ってみるっていうところをやると、あ、こんな本やるんやって気づけるようになるんで、そこから始めました。なんで強制力を自分につけることですなんかもう発表する場を作るみたいな。そう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 、だからゲームとかでもあるんですけど、発表ドリブンで物事を作る人もいるんですよ。要はイベントが、東京ゲームショーがあるから、ここまでにモックを作らなきゃならないみたいな感じでグッとやる人がいるんで、なんかそういうものを自分につけて、その締め切りを作るっていうのはすごく自分の中ではあると思います。これ時間やるようにやる制約の時間の部分ですね、質問いただいてるんで自分で締め切りを作っておくっていうのと、あと自分でカレンダーをしちゃってトゥードゥを作らないっていうことですね。トゥードゥリスト作りがちなんですけど、全部カレンダーに入れればいいっていう状態にしちゃうっていうのが本来は一番です。最後にすいません、私も質問ありがとうございました、はい、ました。ついでにチャットの質問も答えられる、はい、まったく。ということで、お時間が、来てしまいましたと。
というところで、結構ツイッターの方もですね、投稿いただいている方いました。ありがとうございました。はい、本日は出張版ということで三九段来ていただきました。はい、この後、終了となりますが、最後に改めてですね、ご登壇者様に拍手をお送りしたいと思います。学生の皆さん、ぜひチャットにパチパチパチ888と拍手をお送りください。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。